はい、どうも、アフリカ TV です。今日はですね、アフリカのお笑いについてお話ししていきたいと思うんですけど、結構ですね、日本ではね、新年からお笑いの番組ってめちゃくちゃ多いですよね。新年をこう笑って過ごすってめちゃくちゃいいことだなと思うんですけど、カメルーンではですね、どういうお笑いが一般的なのかっていうことをね、今日はお話ししていきたいと思うんですけど、カメルーンでもですね、お笑いの番組みたいなのはね、結構あるんですけど、日本のとはちょっと違うんですね。まあ大体ね、カメルーンのお笑いをパターン分けすると、大体ね、次の3つになります。政治家のモノマネ、スタンダップコメディ、あと下ネタですね、この3つ。はい。で、テレビでね、一番多分一般的なのは、政治家のモノマネだと思います。フランスにいた時にね、フランスのテレビ番組でも結構そういうシーンが多かったんで、もしかしたらこう、フランスのカルチャーかもしれないです。なんか大統領とか、ちょっと喋り方に特徴のある政治家のモノマネとかをね、していくっていうのがなんか一般的なのかもしれないですね、もしかしたら。まあなんか日本でも総理大臣のモノマネをするグループみたいなのがね、ザ・ニュースペーパーっていうね、あのグループがいるんですけど、まあそういうのですね、なんかこう、もっと誇張したバージョンって感じですね。ザコ師匠がやる田村正和さんみたいな。あそこまで誇張してないですけど、まあ私もね、あんまりね、カメルーンの政治家って多分大統領ぐらいしか知らないんで、まあぶっちゃけね、見てもあんま面白さ伝わなかったんですけど、むしろなんかその人が本人なのかと思ってたら全然本人じゃなくて、周りの人が笑ってたら実はモノマネだったみたいなことは結構あったんですけど、でも結構ホームステイ先のですね、お父さんと兄弟とかね、結構爆笑しましたね。なのでまあ結構似てんじゃないですかね、もしかしたら。で、次なんですけども、シアターとかでよくあるパターンはやっぱ一番スタンダップコメディですね。日本だとね、スタンダップコメディ自体があんまり一般的じゃないですよね。なので、そもそもどういうものかあんまりご存知ないっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、一応スタンダップコメディっていうのがどういうものかっていうのをお話しすると、まあ日本で言うとね、綾小路きみまろさんって昔、まあ今もやられてると思うんですけど、だから要は身一つで舞台の上に出てって、まあ時事ネタとかあるあるみたいなこととかをこう喋って笑いを取るっていうタイプですね。だからこうなんかネタをこう考えてやったりとか、コントみたいにこうシチュエーションを作ってやるっていうよりは、こう本当にトークだけっていうようなイメージです。結構ね、これはね、カメルーンのスタンダップコメディに似たような感じで、日常あったこととか自分の人生の話とか自分の家族の話とか、まあ、あるあるみたいなことですね。まあ、テンポよくこう喋っていって笑いを取るっていうようなタイプのお笑いです。私はカメルーンにいる時にたまたま一回見たのは、だからフランス語圏の人なんですよね。なのでこうフランス語のそのスタンダップコメディだったんですけど、そのフランス語圏の人がカメルーンの英語圏の地域に行くっていうんで、英語圏出身の友達に現地で使えそうな英語のフレーズを習ったっていうシチュエーションだったんですね。で、まあ、いろいろ教えてもらって、ただなんか実はその人かなり田舎の出身で、その英語圏の中でもめっちゃくちゃ村の出身で、現地に行くと、その人から教わった英語、まあその人は英語って言ってるんですけど、英語じゃないんですよ、多分。本当にもう現地語みたいなやつを教えてもらって、全然その英語圏行った時に通じなかったっていうオチなんですよね。で、これ今私はこう冷静にですね、内容だけ話してると1ミリも面白くないと思うんですけど、実際これね、見たらめちゃくちゃ面白いんですよ。テンポもいいし、なんか間もね、すごい絶妙なんですね。ずっとバーって喋るわけでもなくて、こうなんか適度に間があって、クスクスって笑いがこう、お客さんの声聞こえてきたりとかね、結構面白いんですよ、実際。あとこう表情とかもね、なんかすごいユニークで、なんか、とか、なんか、なんか本当に何にも喋ってないとかでも顔で笑いを取るみたいな。どのぐらい有名なコメディアンなのかちょっとわかんないんですけど、多分カメルーン人の方だと思うんですけど、あと最後なんですけど、たまーに見るのはね、テレビでも見るんですけど、下ネタなんですね。まあ私自身ね、下ネタ別に嫌いじゃないですよ、正直。結構好きなんですけど、カメルーンの下ネタですね、なんかこう生々しすぎてあんまり笑えないですね。なんか本当に日本で言うと、なんかこう下ネタって、例えばこう小学生が好きそうなちょっとそう性的なワードとかを言って笑わせるみたいなことが多いと思うんですそういう感じじゃなくて、いわゆるなんかその昭和のこの男尊女卑のこうセクハラみたいな感じなんですね、イメージ。だからなんかこう、下ネタっていうよりこうセクハラに近いなっていうような印象が私はあって、なんかあんまりちょっと不快な気持ちにどっちかってなるような感じでしたね。なんかもう明らかにこう女性をバカにしてるとか、日本で今やったらコンプラ的にアウトになっちゃうような感じの内容が多いんで、なんかあんまり面白くはなかったなっていう感じですね。あ、で、この中でね、一番個人的に好きなのはスタンダップコメディなんですね。で本当にこう、話術一発勝負で、どこまで事実かわかんないですけど、コントとかそういう状況とかもないんで、前に起こったこととか家族の話とかなんで、これが身近な話題ですごいスッと入ってくるし、話術がやっぱすごいんですね。テンポもそうだし、表情とか間とか、あれをね、多分私が普通に台本だけもらって読んでも1ミリも笑えないけど、あれをこう絶妙の間と絶妙のテンポと絶妙の表情でこう喋るんでめちゃくちゃ面白いです。あと私が見たカメルーンのスタンダップコメディは、なんかスーパーでお釣りがなくて失敗した時の話とか、そういう日常的なね、すごい普通の話で、あとなんか海外に行った時に
にカルチャーが違ったせいで分かんなかった。要はトイレの使い方が分かんなかった話とか、なんかそういうあのすごい普通の話なんですよ、中身は。だけど面白いんですね。だから結構こう自虐というかね、こう失敗談みたいなの多いと思いますね。だから私初めてフランスに行った時こういう失敗をしたとかっていう、なんかそういうあの話し方をするんですね。なんですけど、こうなんかネガティブな感じっていうよりはこうポジティブで、なんかその失敗をこううまく笑いに変えてるっていう印象ですごい上手いなと思いますね。あのスタンドアップコメディってね、まあ、全然多分本当はアメリカのカルチャーとかで全然カメルーンのカルチャーじゃないんですけど、あの私結構スタンドアップコメディ好きで、あのよく見るんで、あの YouTube とかでもですね、スタンドアップコメディってこう英語で入れたりするといろいろ出てくるんで、あのぜひね、いろいろ調べて見てみてください。カメルーンのもしかしたらあるかもしれないですね。はい。もし発見したらリンク貼っときます。はい。じゃあそんな感じで今日はカメルーンのお笑いについてお話ししてきました。またぜひお会いしましょう。アビアント。